悲伤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 どうも、今日ベソです。はい、どーん。はい、ということで今回はですね、素人だと思ったら国体選手だったドッキリー、イエーイ、ではなく本当に素人呼んじゃいました。それでは登場していただきましょう。エスコバです。よろしくお願いします。ギアギア素人でーす。はい、今回ですね、ちゃんとした素人呼んでます。オタクテニスだのギャルだったら国体選手だったとかね、そういうのはね、今流行ってますけどね。今回ですね、逆手にとってこんな企画を用意しました。それがですね、素人だと思ったら国体選手だと思ったら素人だったっていうね、ちょっと結構複雑な企画になっておりまして、で今回その ST チューブさんには事前にですね LINE の方で国体選手連れてきますんで、今回ちょっとドッキリしたいんですけどいいですかみたいな感じでね、ちょっと送ってまして、で果たして国体選手のスイッチ入った瞬間にさてやるぞってなったけど、実はやっぱ素人なんで打てませんみたいな感じのね、今回ドッキリをねやっていきたいと思います。それではレッツバモス。どうも、今日ベソです。はい、ドーン。そして ST チューブのあんちゃんです。最後です。今回ですね、ST チューブさんと、はい、僕と、はい、素人のペアダブルスでちょっと対決をしていきたいなということで、はい、ちょっと今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからガチでコテンパンに俺たちがやられるっていうことだと思うんだよ。 OK です。じゃあ行こう。お願いします。すいません、お待たせしました。ということでお疲れ様でした。はい、ということで今回ですね、素人だと思ったら国体選手だったではなく本当に素人呼んじゃいましたでした。はい、ということで、概要欄にですね、二段ギアの F コバさんと ST チューブさんのチャンネルは貼ってありますので、ぜひぜひねチェックしてみてください。はい、ということでこの動画がいいと思ったらぜひぜひチャンネル登録グッド評価よろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。